ラチェットとは、機械工学で用いられる機構の名称である。それを利用した工具の一つに、ラチェットレンチがある。随一ラチェット機構。歯止めと、歯車ラチェットは、動作方向を一方に制限するために用いられる機構である。極めて広範に用いられ、例えば自転車、回り軌道、レンチ、巻き取り機、ジャッキなど、また2000年頃より作業用安全棒の、 ヘッドバンドにも使用され始めている。一般に、ラチェットは、歯車と歯止めを組み合わせてラックに取り付ける。ラチェット用の歯車は、通常の歯車と異なり、歯を傾けてある。この傾きが、ラチェットに、方向性をもたらしている。爪は、薄いが頑丈な突起物であり、歯車にもたれかかるように配置される。歯車が適する方向に回転するときは、爪は、 容易に歯を乗り越えてまた元の位置に落ち着くが、時計方向に回そうとすると爪が歯に食い込むので、回転させることができない。歯車を適当な型の中に入れると、爪なしでも片方向きにしか回りづらい構造を作ることができる。無理に逆方向に回転させると歯車、または型が破損する。次理論的なラチェットの構造図にでは、内側の歯車と外側の型は、 固めのゴムでできている。歯車を時計方向に回す場合は、外側の突起は容易に変形して、歯車の歯を通し、その後元の形に戻る。そのため比較的小さな力で回転させることができる。ところが、反時計方向に回すには強引なやり方で大きく変形させないと歯が通らない。このようにして方向性が実現する。 経済学等で用いられる用語。指標 A が上昇、増加するのに伴い、上昇、増加していた指標 B に関して、指標 A が下降、減少に転じても、それに伴う加工、減少と容易にならない状況、すなわち、過方護直性を有する状況を言う。家計における、収入に対する消費の成功に、典型的に見られる。ありがとうございます。